バネです。バブです。バメです。キリツ。キヨスケ。レ。はい、3年G 組で。お願いしまーす。なんか3年G 組の YouTube で、めっちゃバズってる企画あるよね。あの動画をアップしたことによって、100人ぐらい登録者伸びたよね。うん。丸亀製麺、1週間生活。うん。それも丸亀市民が、丸亀製麺を1週間食べる。そんなうどん県民にしかわからないアレンジの仕方でうどんを食べていろんな方に見てもらってありがとうございます。ありがとうございます。よかったよ。確かに2人とも丸亀市出身ってことがあって、もううどん県の中のもううどんの町出身みたいなもんじゃん。うん、まあ確かにね。だから独特なアレンジ方法が2人ともあったじゃん。俺はこうやって食べてた。うん、で今日はね、ちょっと2人にやってもらいたいことがあって、はい、うどんを食べる機会ってたくさんあるんだけど、これ一番多いかもと思ったのがこちら、どん兵衛。うん、このうどんでも香川県民は違う食べ方で食べれるのかって俺思ったよ。まあアレンジはありますよ。あるんだ。うん、じゃあそんな香川県民のこのどん兵衛をどういう風に食べるのか、ちょっと僕に教えてほしいなと思います。はいはい。ということで、じゃあまずバウのなんかアレンジ方法なんだけど、いろいろ具材っていうのかな、紹介してもらおうかな。まずこのうどんが結構だしが効いてるうどんなのね。はい、だからこのだしを生かしつつ、うん、ちょっと変わったうどんにしようと思って、ほうほうほう、これに入れる具材がバター。お、バター、うん、で胡椒。胡椒。あとチーズ。あ、チーズ。なんかまだイメージはちょっとあんまり湧かないっちゃ湧かないかな、うん、と紅生姜。おお、俺好きかも。これを使って洋風チーズうどん。洋風チーズうどん、うん、作っていきます。はい、はい、じゃあ早速お願いします。はい、お願いします。じゃあまず蓋を開けます。でこの粉末のスープは後で入れます。これお揚げ好きな人はこのままでもいいですし、今回はそのままやります。でチーズ、ごめんなさい。この胡椒とバター、紅生姜は後から入れます。これでお湯入れて待つ。じゃあお湯入れていきます。はい、入れて蓋をする。はい、5分経ったらさっき入れてなかったものたちを入れていくって感じになるんですけど、もうシンプルだね。でチーズだけ先に入れたのは、はい、このお湯の温度でちょうどよく溶けるんだよ。うん、さっきついてたまず既存の粉末スープを入れます。ちょっとは下手なのね。でも味はうまいから。あー、味はね。で、これだいたい半分ぐらい粉入れてもらって、で、ちょっと残す感じで。で、普通は1個なんですよ、バター入れるって。でも、僕普通じゃないんで2個いっちゃいます。2個入れました。で、胡椒、これはえ、そんなにっていうぐらい入れてください。ここで胡椒を入れるためにちょっと粉末スープは半分ぐらいで、味のバランスはちゃんと測ってやってますんで、うん、そう、ここに最後紅生姜ですよ。はい、ここに入れて完成でございます。お、なんか正直ね、見た目はなんかちょっと胡椒を振ってるし、粉末スープそのまま上に乗っかってたし、うん、チーズにバター2つ、うん、カロリー気にしちゃうよね、ちょっと。ただまあ、味の問題だから最後は、うん、味がどうなのかなっていう。じゃあいただきます。いただきます。どうぞ。うわ、匂いめっちゃいいわ。胡椒の香りがすごい強いね。うん、え、めっちゃ美味しいんやけど。あー、うん、うまいわ。あー、すっごいうまい。ありがとうございます。だから今までのちょっとどん兵衛の本来の味ちょっと忘れてる今。めっちゃ美味しい。うまっ。バター2つも効いてんだよな、多分。うん、完食してしまいました。俺も食べた。
まかった。嬉しい。うまかった。これはうまい。たまにちょっとアレンジしてみたいなって思った時に、こんなに簡単にできたら、安いし、めちゃくちゃ良かったです。ありがとうございます。素晴らしい。ということで次は亀のどん兵衛アレンジ法、何をまずトッピングで入れるんですか？まずはサラダ。サラダ、あ、普通にこれと一緒に食べるんじゃなくて、じゃなくて、ああサラダとサラダチキン。サラダチキン、うん、僕はこれを使って冷やしサラダうどんを作りたいと思います。冷やしサラダうどん、はい。なんかさっきのバウは男が好きそうなもの入れましたセットじゃん、うん、亀は逆だね。真逆のヘルシーな、ん？ちょっと待って、モテようとしてる？大手町の OL さんかなんか負けてる？諦めろこんなイカつい T シャツ着てるやつは諦めろ無理か。では、作っていきたいと思います。はい、はい、まず開けていきますね。はい、うん、どうやって開けるんですか？あの、下から。うわ、下から、下からいきます。脱がすときは下からか。うわ、さすが、ドイツ企画変わってきてるから、はい、まずこのお揚げ、今回は使いません。ドンギツネさん泣いちゃうよ粉末スープを出します。ここで、はい、まずこの麺を湯がきます。ほー、これで閉じます。ということで、これで麺ができました。うわぁ、チカチカしてきちゃったうわぁ、すごい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 ね、きたら。ここで、この麺を冷たい水で締めていきます。ということで、ちょっと移動します。あ、はい、すがっていいっす。熱っ熱っ、うわぁ、触ってる触ってる。手洗ってますからね、ちゃんと毎日。うん、これで4日に1回とか言って。いや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 、洗い方で締めてきました。中に戻したとか。この後は冷たいうどんにするので、うん、冷たい出汁をここにかけていこうと思います。なので、そのまず冷たい出汁を作ります。鉄皿に。冷たい水でもいけるんだ。お好みで。それなんですか？七味です。ピリッとしてるよ。七味？カメの元カノは？毎回ここでその話するな。で、ここにお水。お水、結構入れる？うん、そう、混ぜます。いいね。元カノの名字はお前やめて。その次もはで、ここまでできたんで盛り付けをしていきます。ここに先ほどご紹介したサラダを乗せていきます。うわ、結構入れるね。うん、もう見えなくなっちゃったね。そうそうそう、二郎ラーメンみたいな。ほんと、うん、きた、サラダチキン。あー、ありがとう。これを上に行きます。これをちょっと周りに行きますね。うわ、で、ここに先ほど作ったこちらの冷やしの出汁を入れていきます。これで完成です。じゃあ、早速、うん、食べていきますか。はい、いただきます。いただきます。うん、さっきのバウのやつとまたちょっと違うわ、香りが。うん、うん、あ、食べやすい。昼間さ、麺類をほぼ毎日のように食べるじゃん。マジでそう。そんな昼間さ、うん、どう、このアレンジの方法は。いや、手軽にできてたし、うん、すごい、なんかみんな試しやすいと思う。暑い夏の日とかさ、うん、めっちゃ良くない、これ。シャルチキン自体味がついてるし、うん、このダストの感じも本当さっぱりしててすごい食べやすい。サラダチキンはなんかこういろいろあるやん、コンビニとかでもいろんな、うん、いろんな味が。それもお好みで入れてもらったらまた風味とか変わってくると思うし、うん、確かに、うめえこれ。そこにもアレンジができる。うまかった。おいしょ。おいしょ、おいしょ。ということで、まあ、今回はね、香川県うどん県民、それから丸亀市出身の2人に、今回はこのどん兵衛のアレンジ方法っていうのを2人に挑戦してやっていただきました。まあ両極端なうどんではあったんだけど、どっちも本当に美味しかったから、うん、なんかぜひお家で簡単に真似できると思うので真似してみてください。はい、ということで2人どうでしたか？そうですね。お前じゃないの、遅れてきてお前うどん食っただけだから
かうどん県民としてのなんかプライドというか、なんかこう伝えたいことある、うん、まあだからうどん県民だからといって、うん、なんかその香川県のうどんしか好きじゃないとかではなくて、うん、こういう本当に手軽に食べれるうどんも全然食べるし、美味しいし、うん、こういうアレンジだったりとかっていうのもいろいろ試してみて、うん、まあやってみてもいいんじゃないかなっていう、うんうん、亀は地元丸亀でうどんをいっぱい食べてきたので、うん、それで同じ味っていうのがちょっとやっぱ飽きてくるところがあって、うん、そういう丸亀市出身の僕たちの食べ方を伝えられてよかったかなと思います。はい、ということで次回2人がキッチンカーでうどんを販売、その道中でまたあいつに遭遇、誰やねん。バイバイ。またってことは1回会ってる。うん、多分これ会ってる感じやね。終わった。終わったよね、多分。今後これ主流にしていく。